女王の目覚めを妨げしエトワールと出会う。それすなわちサグリアの精霊。何なの？どうやら聖獣の宇宙の異変は全部お前の仕業らしい。この人じゃないの？サグリアの精霊、大いなる壁となり人類の前に立ちはだかり。無事か、エトワール。私を助けてくれた。この人は敵じゃない。あいつ、エトワールを探してやがる。これがサクリアの精霊。なんという姿だ。確かこの惑星シェルセラにはお嬢ちゃんが行ってるんだったな。エイズ、待てゼフ。止めても無駄だぜ。俺が行かねえで誰があいつを救うんだ。オスカ、俺も行きます。エイズ、おめえは俺が助けるんだ。もういい。でも私のせいで。お前を守るぐらい何でもないことだ。多分骨は折れてないわ。もうすぐ血も止まるはずよ。なかなかの手際だな。ふるさとの農場で獣医さんのお手伝いをしていたことがあるの。応急手当しかできないけれど。俺の怪我に責任を感じるならその必要はないぜ。伝説のエトワールを守るのも任務のうちだ。任務？誰に与えられた任務なの？あ、聖獣の女王陛下。そうなのね。かなり前から女王の目覚めを妨げる存在を察知していたが、サクリアの精霊か。サクリアの精霊。奴の狙いはまだわからない。お前のことは女王から聞いていたぜ。思っていたよりはるかに強情だったな。そんな、私あなたのこと敵だって勘違いして、だから許さないなんてひどいこと言ったけど。ムキになるな。ムキになんか。名前を聞いてもいいかしら？聞いてどうする。だってアリオス。アリオス。安心しろ、お前のことは無事聖地に送り届けてやる。その前に一休みさせてくれ。私を助けてくれた。命を懸けて。エンジン！エンジン！どうだ！なんてこった。やつか。そのようだ。エンジはきっとやつの近くにいる。あなたの中には燃え盛るような強く熱い思いが眠っている。でもあなたはまたきっと恋をする。メルさんの言う通りだった。
行かないでくれ。俺のそばに。エリス。聖獣の女王陛下。エンジュ、覚えていてください。アリウスは私が最も信頼する協力者です。彼はエドワールであるあなたを助け、支えてくれるでしょう。これからはサクリアの精霊がこの宇宙の行く手に立ちはだかってきます。私たちは力を合わせ、たくさんの命を守らなければなりません。教えてください。エリスって誰なんですか？アリオスの恋人でした。アリオスはかつて遠く離れた別の宇宙にいました。その時、その地を支配する皇帝が彼の愛するエリスを奪い去ったのです。無理やり皇帝のものにされそうになった彼女は自ら命を絶ちました。エリスを失った時、彼の魂も粉々になった。それでもなお彼の中にはエリスが生き続けているのです。永遠に。私には届かない。なのにどうして熱い？伝説のエトワールとして俺はお前を守る。だがそれ以上の気持ちはない。お前は今使命のことを考える時だ。どこかで見た顔だな。ハリオスだったのか。エンジが思う相手は。ハリオス、ここは俺がやる。行け、エトワールの命を守れ。言われなくてもそれが任務だ。
何のために出てきた？貴様の目的は何だ？じゃあな、エトワール。ジュリアス様、エンジは先ほど聖獣の宇宙より戻ったところだ。今休んでいるわ。怪我をしていたので手当てを済ませたところよ。心配することはないけれど、ただ何か様子が変なの。何も話したがらないのよ。お前は今使命の考えるときだ。ゼフェル、ゼフェル、ジュリアス様がお呼びだ。聞こえてるさ。王立研究員よりそなたの司る鋼のサクリアに変調があるとの報告を受けた。見逃すことができぬほど劣悪な状態だという。私の目にも近頃のそなたは集中できていないように見える。援助に気を取られ個人的な感情に振り回されているのではないか。現在聖獣の宇宙にまがまがしい異変が起こっている。その原因の一端はゼフェル、そなたにもあるとそう主張する研究員もいるのだ。俺はいつもと変わらねえ。こそこそ言う奴がいたらここへ連れてこい。それともジュリアス、文句があるなら今見せてやろうか、鋼のサクリアを。あ、
ゆうべ徹夜でメカイグロ修理してたんだ。そのせいだ。ゼフェル、まさかゼフェルの力は尽きかけているのか。だとすればゼフェルの役割は間もなく終わることになる。守護聖の座を退いて聖地を去ることになろう。ゼフェル様は悪くない。私のせいなんです。集中できていないのは私なんです。使命なんか上の空で他のことばっかり考えてしまってる。あいつのことか。そうです。おめえはどうかしてるんだエンジェル。おめえはアリオスの中に昔の恋を見てるだけなんだ。幻を追いかけてるだけなんだ。そんな気持ちは本当じゃねえ。そんな俺を見てくれ。俺はもう抑えられねえ。止められねえんだ。好きだエンジェル。おめえが好きだ。これだけを見てくれ。ないでください。願いだから。エンジンの気を取られ個人的な感情に振り回されているのではないか。ゼフェルの役割は間もなく終わることになる。守護聖の座を退いて聖地を去ることになる。ごめんなさい、ゼフェル様。伝説のエトワールとして俺はお前を守る。だがそれ以上の気持ちはない。サクリアの精霊は聖獣の宇宙の人類が傲慢になったことを憎んでいる。欲望のままに戦争を繰り返し命を蹂躙していることを罰しようとしているんだろう。奴は人類を滅ぼそうとしている。どのように立ち向かえばよいのか。サクリアの精霊について情報もまだ思うようには集まらぬ。エンジがいるよ。石板に書いてありましたよね。伝説のエトワールが危機を救ってくれるって。きっとエンジが何か手がかりを見つけてくれますよ。だってエンジには命の泉を救うほどの力があるんだ。大変です。エンジが。エンジがどうした。いなくなったの。聖地の外へ出て行ったのよ。ごめんなさい。
ここにはもういられません。もう何も見えないのです。何も。エンジュ、今こそ伝説のエトワールの力が必要なのです。なのにあなたは今どこにいるのですか。そしてあなたは伝説になる。